こんにちは、本郷奏太です。今日は珍しい画角でのスタートとなりました。私は今ですね、福島にしばらくの間ずっといるんですよ。とある作品をずっと撮影しておりまして、長いこと福島にずっと滞在しております。今日は珍しく早く撮影が終わったので、この空いた半日を使ってちょっとお出かけをしたいなと思って今車を走らせております。この車はマネージャーの車用車です。いつもね、僕を送り迎えしてくれているんですけど、撮影が終わった後にさ、マネージャーにここに連れてってっていうのは僕的にはダメなことだと思っているんですよね。なんか時間外労働をさせてるというか、一応 YouTube の撮影ではあるけど、あくまでも本郷奏太の日常なので、マネージャーにはホテルで休んでていただいて、車だけ借りて今勝手に一人でドライブをしております。さて、どこへ向かっているかというとですね、福島県にはなんとラッキー公園というものがあるらしいんですね。ポケモンのラッキー。せっかく福島で半日お休みができたので、やはりね、ポケモン大好き YouTuber として、行かなくてはいけない、行きたいなということで今ラッキー公園に向かっております。福島めっちゃ素敵な場所ですね。もう大自然、大自然すぎて大自然。そんな福島にラッキーの公園があると。ラッキーに出会って、あわよくば倒して経験値をたくさんもらいたいと今日は思っております。さあ、もう着くぞ。とりあえず車を止めますね。とりあえず車を止めたいと思います。いたわ、いたわ。ついに発見してしまった、ラッキー。ちょうど車を止めたところからラッキーが見えた。よし、それでは行ってみよう。ラッキー公園 in 浪江町。おお、ラッキーやらペロリンガやらピーやらププリンやらがいるぞ。平日の午前中ということもあって、今のところどなたもいらっしゃいませんね。ちょっと見ていきましょう。メインのでかいラッキーさん、かわいいですね。端にはミドルサイズのラッキーさんがいらっしゃいます。ラッキーさん、ラッキーさん、こんにちは。ラッキーさん、なんていう表情なんだこれは。この髪の毛なのか耳なのか、なんかチャームポイントもしっかり立体的に作られています。え、これ入れるんだ。キッズだったら入れる模様です。そんでこれはピーちゃんとモンスターボールちゃんとププリンちゃんですね。これはおそらくここに取っ手がついてるから、こっちとこっちに乗って遊ぶんでしょうね。こうやって乗って遊ぶんですね。こう向かい合ってね。ほら揺れる。おお、結構楽しそうなんだけど。そんでこいつはベロリンガの水平台です。赤緑シリーズかつピンク色ということでキャスティングされたんでしょうね。ベロがすごく長い。これは滑り台ですね。待って待って、めっちゃ可愛いものを見つけた。ベンチが可愛いです。ピカチュウの尻尾のベンチです。なんて可愛いんだ君は。そして案外綺麗です。うわ、細かいこだわりだわ。こっちの反対側のピカチュウちゃんはメスの姿、女の子ピカチュウなんですね。つがいでこのベンチを経営しているらしいです。なんて素敵な家族経営なんだ。そしてこちらはラッキーとキャモメのブランコですね。万歳して日光浴しているこのラッキーちゃん、とても可愛いですね。手が短いのが可愛い。なんかのどかだわ。鳥のさえずりと、隣には川が流れていて、素敵な橋もあって、なんてのどかなんだ。そしてやはりメインはこの子でしょう。ドデカラッキーの何か。後ろにすげえ滑り台みたいなのがある。え、やば、これめっちゃ面白いじゃん。何、どうなってんのこれ。なんかミニ滑り台があって、デカスライダーがあって、中は螺旋階段見たくなってて、これなんだろう、なんか音楽出んのかな。え、意味わかんねえ。なんか音出んのかと思ったんだけど、わかんねえ。ではラッキーさんの体内に入ってみたいと思います。お邪魔します。ラッキーさんの体内はピンク一色なんですね。そして内側にも謎の音楽のなんちゃらがある。なんか音出るとかかな。こういうことか、わかったぞ。え、でもなんかすごい法事みたいな音するけどメロディーが出るとかじゃないのかな。順番に押したらてんてんてけてんになるとかかと思いきや、どうやらそうでもなさそうでした。なんかラッキーの卵の部分に
入れる。ラッキー型にくり抜かれてる。そしてこのど真ん中に螺旋階段がついていますね。だからこの脊髄に当たる部分ですよね、まあ、背骨と言いますか、ここをちょっと登ってみましょう。おや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 、またあった、遊び方のわからないやつ。あ、なんかでもこれは音階があるぞ。反対側かな、反対側だった。これはおそらく音階がある。ほら、いいね。てんてんてとてん、これはなんだろう、スーパーボールの、これはドラムっすね、打楽器っすね。猿乗りが相棒の人はここが楽しめると思いますね。ラッキーの後頭部です。ラッキーの後頭部からがこの素敵なビューを眺められるという感じですね。川がマジで綺麗ですだね。いよいよここのスライダーにたどり着いた。ここはやはり滑るべきでしょう。大人ダメって書いてないから滑りますよ。行きます。ラッキー、あーめっちゃ滑る、あー結構楽しい、怖い僕は今ラッキーの後頭部から排出されました。ピンプクの砂場、砂場があります。ピンプクっていうのはラッキーの進化前の赤ちゃん的なポジションです。ピンプクの後ろになんかいるんだけど、もちたくんとかなちゃん、ヤギかな。こんにちは。ダメだ、ビクともしないわ。ご機嫌斜めのようでした。さてご飯を食べましょう。浪江名物と書かれていた受け丼というものを注文してみました。この辺の海で取れたらしいよ。シラスがたくさんだ。いただきます。そんなに普段食べないけど、こういう海鮮系も実は食べれますね。なんかせっかくだから今食べています。うまい、おいしい。ご飯食べ終わりました。なんかラッキーのマンホールの蓋があるらしくて、ちょっと今それをね探しているんですけど、ルンバがいるわ。もうまるでルンバがなんかしてるわ。何してんだろうこいつ。お掃除かな、なんだろう。芝刈りでもなさそうだし、掃除かな。あったあった、これだ。ここにありました、ラッキー。これはここにしかないものっぽいので見れてレアですね。この場所でポケモン GO のスナップショットを撮るとラッキーが映り込むらしいんだよね。それをやってみたくて、ポイッと、おお、いいね。そんでこのまんま写真を撮るとよ、あれ、あ、ほら、ラッキーが映り込んだ。これはここでしか撮れないということなんで、レアな写真を撮ることができました。嬉しい。ここはラッキー公園ということで、今思いついた試したいことがあるんだけど、ラッキーじゃないですか、ここラッキースポットなんですよ。だから運がいい。しかも今日7月7日なんですよ。はい、暑い。ということでボートレースをやっていきましょう。お、7分後にちょっと僕の一番仲良しなボートレーサーが出るレースがあるぞ。アシア級レース、しかも1号艇じゃないですか。音富士さん、これは頭から買わせていただきましょう。13000を買いました。 OK、 え、大丈夫これ、どうだ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 、あー刺された。うわー、うまいわ4号艇。え、待って、めっちゃラッキーな、え、ラッキーな逆転起きたんだけど。ボートレースってあんま逆転起こんないんだけど、あ、これ当たったわ、イエーイ、嬉しい。さあということで、今日は福島県浪江町のラッキー公園に遊びに来てみました。なんか非常にのどかな場所で、ちょっと心が安らぎました。明日からもお仕事を頑張っていきたいと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また見てくれると嬉しいです。バイバイ。